官、あとは頼むぞ。ジョーク、何やら得体の知れない女です。殿の身に危険が及ばねばよいのですが。父の判断だ。何も言うまい。戻るぞ。守りを怠ればいらぬ叱責を受ける。魔王オロチは倒れた。だがその後もダッキラオロチの残党が跋扈し、無双の英傑のうちにも乱を起こす者が現れた。政宗は亡き友オロチの世を継ぐべく立ち、董卓は父肉林の夢のため棒を振るい、呂布は天を掴むべく檄を掲げた。そして彼らに続き葬儀を復興させた曹操もまた故曹丕に守りを任せ、ついに兵を発した。その曹操の傍らには謎の美女徐佳の姿があった。徐佳、ダッキは何を企んでいる？さあ、そこまでは知らぬ。ただ、こそこそと動いているのは確かだ。聞くも愚かであったか。奴は乱を起こすことしか頭にない女であったな。ご忠臣、前方にお猿が率いる軍勢発見。お気をつけて。では、ドローン。誰なんですか、あいつ。患者の一種、忍びというものよ。有能ゆえ召したが、役に立ったようだな。あの者を猿が率いる軍と申していたが、面白い。その名誉な軍と対面してみよう。つけたぜ。なんでジョカまで嫌がんだ。ジョカ、お猿はお前は知っているのか。さて、どうか。そのここで口を出ろ。わしが行こう。最後だ。敵将討ち取った。俺もやりますね。我が力存分に味わうか。次に会った時が貴様の最後だ。敵将討ち取った。大活躍ですな。Yeah!
ポータルだ。今度は猿を使って探索を用意しておる。お任せの癖で。あれはただの猿ではないわ。この余裕がいつまで続くか見ものじゃない。ほっほっ、我が分味わうわ。上出来だ今のところはな。どうやらぬ敵将、この超春雷が討ち取りました。悪くない働きだ、褒めておこう。これ以上は進ませんぞ。敵将、この超春雷が撃ち取りました。これもやりますね。わしが行こう。
しみ。よくあげるな。人間どもをたぶらかして何を企んでやがんだ。人聞きの悪いことを言う。中されたいか。敵将、この超春雷が討ち取りました。上出来だ、今のところはな。やるじゃねえのよ、また来るぜ。ジョカよ、何か隠しているな。この総猛毒を出し抜こうなどと思うなよ。何のことだ。まあよかろう、先を急ぐぞ。お中心、前方の止水管に両夫、怖い顔で待ち構えています。オロチなき世に飽き乱を生むか。よふらしいが捨ておくわけにもいくまい。全軍、水管に進軍せよ。